皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は栄養を勉強していく上で避けては通れないクエン酸回路について誰でも分かるように簡単に解説していきたいなと思います。クエン酸回路って栄養を勉強していく中でつまずく方の多いポイントになってくるんですけれども、まあ深く知ろうと思えばもう本当に奥が深くて、化学反応式だったりだとか元素記号を覚えなきゃいけないとか、そういう次元の話になってしまうので、今回はもう超初心者向けというところで簡単に解説していきたいなと思います。そもそもクエン酸回路っていうのは体のどこで行われているのかと言いますと、私たちの体はいくつもの細胞が集まってできているわけなんですが、その細胞の中のミトコンドリアと呼ばれる組織のマトリックスと呼ばれる部分で行われています。こういうミトコンドリアがあったこのヒダの部分になるんですけれども、まあ、その部分でクエン酸回路というのは行われています。クエン酸回路というのは別名 TCA サイクルとか TCA 回路とかクレブスサイクルなんていう呼び方もされています。クエン酸回路って何をしている機能なのかと言いますと、簡単に言うとエネルギーを作り出すためのシステムのこと言います。食べ物を食べて栄養となって私たちはこう体を動かしていく、このためのエネルギーを作っているとっても重要な働きになります。クエン酸回路がなぜクエン酸回路というふうに呼ばれているのかというと、回路の最初でクエン酸が生成されるからクエン酸回路というふうに呼ばれています。回路というと名前がついているように代謝だったり合成だったり分解が進んで円を描くようなこうくるくる回るサイクルがあることからクエン酸回路だったりなんとかサイクルっていうような呼び方をされている反応になります。さっきから登場しているクエン酸なんですけれども、まあ、聞きなじみのある酸かなと思うんですが、レモンとか梅干しとかに含まれている酸っぱい成分と同じクエン酸になります。諸説あるんですけれども、疲れた時には酸っぱいものがいいよとかそういう話も聞くと思うんですけれども、クエン酸がエネルギーを生み出す過程で必要になってくるからそういう風に言われているということになります。ここからちょっと具体的なお話していくんですけれども、クエン酸回路っていうのは解糖系と、まあ、クエン酸回路電子伝達系っていうのが人間が呼吸することで起こる反応をこの3つになるんですけれども、クエン酸回路っていうのは呼吸によって発生する反応の、まあ、第2段階というふうに捉えてください。クエン酸回路の前段階として解糖系という反応があるんですが、今回はそこの反応が終わってからクエン酸回路に移った状態のお話をしていきたいなと思います。解糖系、まあ、いろんな反応が起こるんですけれども、そこでピルビン酸という物質が生成されます。これは糖質とか炭水化物を取ることで生成される物質になるんですけれども、ピルビン酸からアセチル CoA という物質が最初に生成されます。このアセチル CoA が回路に入ってきた時にオキサロ酢酸という物質と反応して最初にクエン酸という物質が生成されます。クエン酸回路ってまあざっくり言うと最初に生成されたクエン酸を酸化していく反応になるんですけれども、最初にクエン酸が生成されてその後いろんな酵素の働きでイソクエン酸とかアルファケトグルタル酸とかいろんな物質に酵素の働きで分解されて生成されて、最終的にゴールはまたオキサロ酢酸に戻ってきます。でその過程で ATP っていう、まあ、アデノシン酸リン酸と呼ばれる高エネルギーリン酸化合物なんて呼び方もするんですけれども、まあ、エネルギー源になる物質、あとは水素がたくさん生み出されます。回路の過程で何をしているのかと言いますと、人間は酸素を吸ったら二酸化炭素を吐き出すと思うんですけれども、それと同じで回路の過程でまず二酸化炭素を排出します。その中でいろんな反応があって NADH とか FADH2 とかそういったちょっと難しい名前の物質が作られます。これ何なのかというと、いろんなこの反応の過程で発生する水素をかき集めた物質になります。水素が1個できるということは電子が1個発生するということになるんですけれども、その発生した電子っていうのがまた次の過程電子伝達系っていう別の経路でエネルギーを産生するために使われる電子をこのクエン酸回路の過程で生み出しているっていうわけになります。かつすぐエネルギーを産生する栄養素として過程の中で ATP という物質も合成されていまして、解糖系とかこの後の電子伝達系とかそういったところとも連携してトータルで体を動かすためのエネルギーを産生しているのがこの働きになります。クエン酸回路っていうのは他にも糖新生とか尿素回路とかアミノ酸代謝
か、いろんな代謝経路とそれぞれ連携をとって働いているのがこのクエン酸回路になります。ざっくりまとめますと、クエン酸回路っていうのは私たち生命が命を維持するためだったり、体を動かすために必要なエネルギーを生み出すための反応であるんだよっていうところがまず一つと、これはどこで行われてるのかなっていうと、細胞の中のミトコンドリア、もっと言うとマトリックスという部分で行われている反応になります。最初の反応のきっかけは、炭水化物、タンパク質、脂質それぞれが消化吸収分解された後に発生するアセチル CoA という物質がきっかけとなって、オキサロサク酸という物質と反応して最初にクエン酸が産生されます。でその産生されたクエン酸がいろんな酵素の働きで分解だったり合成を繰り返して、最終的にまたオキサロサク酸に戻っていく円を描くようなサイクルという形をとっているのがこのクエン酸回路になります。その過程で ATP というエネルギーを生み出すための物質だったり水素を生み出すことで、次の電子伝達系に必要な電子を産生する反応がクエン酸回路になります。では本日は誰にでもわかるクエン酸回路というところでお話しさせていただきました。体の中でこういう反応があって自分の体を動かすために働いてくれてるんだっていうところを、知っていただくきっかけになったらいいなと思って今回お話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。